次の仲間が入ってまいりました。公園の中の皆様、ぜひ道を開けてください。中でお話しされている方、ぜひ道を開けてください。パレードの皆さん、お疲れ様でした。皆様お疲れ様でした。このまままっすぐ進んで公園の中を通って流れ解散になります。公園をまっすぐ抜けますと JR 千駄ヶ谷駅方向へ向かいます。公園の入り口の左側の歩道も同じ千駄ヶ谷方向です。両方お使いいただけます。そのまままっすぐお進みください。皆様お疲れ様でした。パレードの皆様お疲れ様でした。この公園が流れ解散地になります。このパレードの流れ解散地になります。こちらは実行委員会です。こちらは実行委員会です。皆様お疲れ様でした。このまままっすぐお進みください。公園の中を抜けますと JR の千駄ヶ谷駅に着いております。左手の歩道もお使いいただけます。両方に分かれて速やかに解散、流れ解散にご協力をお願いいたします。皆様お疲れ様でした。週間発表でも17万人を超えております。一つの方向に6万、7万、8万人の方が、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。今日は17万以上の人たちが集まりました。今日の写真もされていると思うんですけども、
今まで官邸前に行ったことのある方はちょっと手を挙げてみてもらっていいでしょうか。ほとんどですね。はい。また今週も引き続き呼びかけをしておりますので、もうちゃんと先週と同じぐらいそれ以上に集まって、さらに、圧力をかけて、私たちの、請求再稼働を直ちに中止するように、どんどん迫っていきたいと思います。そしてあと7月の29日に脱原発国会大合意という、これはでも今日のようなデモとその後に国会を合意するという、企画を、やはり首都圏反原発連合を主催で呼びかけております。多分チラシとかも結構出回ってると思うんですけれども、インフォメーションは首都圏反原発連合というふうにウェブで検索していただけるというトップページに出ておりますので、ぜひ7月29日は、15時半、日比谷公園中西ラインの、集合、それに1時間、集会がありまして、16時半にデモ出発、それから、午後7時から、国会を動員して、その時に今の国会の、正門前で、集会をやります。この時超党派の議員さんたちにも参加いただいて、この市民運動とそういう議員さんたちが最近多分だいぶつながりつつあると思うんですけども、それをやはりこう表現したような集会にして、さらにこの私たちが多くで集まることを、国政に生かせるように、やはり議員さんたちもつなげていくということ、とにかく何か結果を出していくということを考えながら、さらに、行動していきたいと思っているので、皆さんも、ぜひ、ご参加をよろしくお願いいたします。今日はどうもご苦労様でした。お疲れ様でした。特にここで集会というものはありませんので、皆さんちょっと休んで、ください。はい。